はい、皆さん、こんにちは。偏差値38からの倍返し税理士の大野明です。本日のテーマは、一冊の本、30代で逆転する人、失速する人。すいません、これちょっと多分ムービーなので逆に映っていると思いますけど、30代で逆転する人、失速する人という本の中の何が書かれているかというと、この30代で逆転する人は10年間バカにされ続ける。30代で失速する人は10年間バカにし続ける。この本の中に書いてあることとしては、あなたがこれから逆転する人生を歩むか、失速する人生を歩むかは、今この瞬間に決まる。これから先、10年間バカにされ続ける覚悟ある人は逆転できる。これから先、10年間他人をバカにし続けたい人は失速する。シンプルだが、それだけの話だ。逆転する人は自分の人生を挑戦者として生きている。勇気ある挑戦者は勇気なき傍観者たちから後ろ指を刺されながら生きる。失速する人は常に傍観者として生きているから、他人の背中の影に身を潜めながら挑戦者に向かって石を投げつけるのが使命だ。ところが10年後、両者の住んでいる世界はもはや全く別のものになっている。失速する人は落ちぶれ、失速する気力もなく、そそくさと去っていく。ブレイクポイントとして、自分は人生の主人公であると気づいた瞬間、挑戦の旅が始まると。これ千田さんっていう方の本なんですけど、僕すごい、もうこれ何十冊とこの人の話を読んでいて、結構もう、僕は大好きですけど、賛否両論の意見もあると思いますが、なぜ今日これ紹介したいと思ったのかというと、この10年ですね。10年間、バカにされ、挑戦する人生。基本人をバカにする方が楽じゃないですか。自分が傷つかずに済むので。だけど、バカにされ続ける。人と違うことをすると、基本的に最初の頃っていうのはなかなか結果が出なくて、結構バカにされることが多いと思うんですけど、やはり、結局、一浪とかと同じですよね。一つ一つ小さなことを積み重ねると、すごい偉業を成し遂げられると。なんで急にこの本の、こんなことを今日今言おうとしたのかというと、たまたま Facebook を見ていて、僕、音楽のアーティストさんの友達がいて、その人の、経歴が、たまたま Facebook で、新しいちょっと音楽を作りましたよ、と、アップしていたのを見て、実を言うとその人の経歴、細かく見たことはなくて、初めて見たんですよね。それで今僕の3、4つ上ぐらいだと思うんですけど、33、4ぐらいで。そしたら、13年間、ずっともそのアーティスト活動をして、作曲300曲以上と書かれているのを見て、ふとこの本をちょっと昔読んでいて、きっとこのアーティストさんももう本当に13年前とかですね、アーティストになるってもう本当に一握りの人、もちろんどこをね、メジャーデビューしたいのかもあるし、ね、自分の歌い続けたい歌をずっと歌っていきたいのかとか、そういうのがあるにしろ、本当に親からもいろいろやっぱ、アーティストとかなかなか食べていけないからやめなよとか、ね、周りからも、それこそもう20後半とかですよね。まだアーティストね、やってるのと、ね、まだメジャーデビューしないのとか、すごいいろんなプレッシャーがあったと思います、この方も。でもそれでもすごい、もう Facebook のコメントとか、実際あったりしててもですね、もうすごい前向きな方で、もうとにかくアウトプットだと。ね、それこそバカにされてもアウトプットだと。そういう、僕であったのが大体半年前ぐらいなんですけど、やはりあれですね、この半年の動きを見てても、
やっぱそういう方っていうのはもうすごいやっぱ加速度的に新しいことに挑戦して、まあダメになることもありますけど、まあ、とにかくチャレンジの数が多いですね。トライアンドエラーですね。やはりこういう人が、まあ、先ほど書いてあったように、まあ、最後に花が出るのかなと。まあ、それっていうのはまあお金儲けとも限らないですし、ね、それこそ自分がやりたいことですね。もうお金が大して稼げなくても自分がやりたいことで、まあ、ずっと幸せな道を選べるかと。まさにでもその、まあ、経営って視点から考えると、今の時代この、まあ、アーティストさんがやってることもすごい僕は正しいこと、正しいっていうかまああれですね、時代の流れに乗ってることだなと思えるのも、よく言われるのが、インフレの時ですね。まあこう、物価が上昇してる時は、みんなと同じことをやった方が、まあその、いいと、物本には書かれてました。まあ先ほど言った、まあ逆には馬鹿にし続けるですね。だけど、デフレの時、デフレですね。今ですね。デフレの時は、人と違ったことをやった方がいいと。みんなが同じことをするから。つまり、まあ僕はあれですね。このアーティストさん、きっとこういう人と違ったことを、いろいろチャレンジして、トライアンドエラーしてるので、まあきっと、花が咲くと思いますし、僕自体もやっぱこういう方を見てるとすごい刺激をもらえます。はい。ですので、まあ僕も、まあ、この YouTube もそうですけど、まあ馬鹿にし続けられようが、とにかく継続して頑張っていきたいと思います。以上、今日のテーマでした。皆様、ありがとうございました。